ール羽生にお越しの皆様こんにちは、バイオリニストリオです。よろしくお願いします。今日はですね、私アルバムを昨日リリースいたしまして、そちらを発売した記念イベントということで、ちょっとミニライブを行わせていただきます。1曲目に、情熱大陸をお聴きいただいたんですけども、ここからは、私のオリジナルの楽曲の方を、お届けしたいと思います。今回発売したアルバムは Beyond the Paradigm Singles Best というタイトルで、今までの、シングルを含めてボーナストラックを入れて、今回の新しい曲を入れて合計で10曲のアルバムになっています。そちら、ここの皆さんから見て、左の方で売ってますので、もしね気になった方はゲットして帰ってください。チラシだけでももらって帰ってきてくれたら嬉しいです。上の方にいる方もぜひ1階にチラシをもらいに来てくれたら嬉しいです。はい、今回の新しい曲 Beyond the Paradigm は、決断をする時とかの強い意志を表現した一曲になっています。ここからは今日はダンサーズのお二人と踊りながらバイオリンをお届けしたいと思いますので、まずはダンサーズをお呼びしたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずは早速、今回アルバムのタイトルにもなっている新曲 Beyond the Paradigm をお聴きいただきたいと思います。
ありがとうございます。 Beyond the Paradigm お聴きいただきました。次もですね、アルバムの中の曲をちょっとお聴きいただきたいんですけども、今回収録されている曲の中からミッドナイトシンカーっていうかっこいい曲がありまして、あと私2年ぶりのアルバム発売なんですけど、前回のアルバムに入っているアクロス・ザ・フィールドっていう曲を2曲続けてお聴きいただきたいと思います。
とうございます、ミッドナイトシンカー、そしてアクロスザフィールドと2曲続けてお聴きいただきました。息がね、息がね、すいませんね。はい、次で最後の曲になるんですが、今日発売させていただいているこのアルバム Beyond the Paradigm は、リリースイベントが合計で4回ありまして、今日が2日目となっております。で、3回目が2月の23日のイオンモールユーカリが丘、イオンタウンユーカリが丘にて行させていただいて、そちらが今日と同じで13時と15時の2ステージで、こちらも観覧無料となっておりますので、よければゆかりが丘までぜひまた会いましょう。そして2月の24日は黒沢楽器の池袋店の黒沢バイオリンにて、ミニライブを行わせていただくんですけど、この日がですね、私一日店長というものを黒沢バイオリンの池袋店にてやらせてもらうんですけども、楽器のね、選定会っていう楽器を購入する方のお手伝いをちょっとさせていただくと思ってて、この中で、あ、最近バイオリン買おうと思ってたんだよなっていう方がもしいらっしゃいましたら、2月の24日黒沢バイオリンの池袋にてお待ちしておりますが、いらっしゃいますかね。そうですよね。バイオリンってちょっと、まあ、高めの楽器ではあるんですけど、新しく習う方にとってはお求めやすいものがたくさん揃っていたので、もしね、習い事でちょっと楽器に興味あるけどまだ楽器決めてないかもって人は、ぜひバイオリンなんかいかがでしょうか。そうですよね。はい、まあ、でも残り2回のリリースイベントがあるんですけども、23日と24日と続きますので、もし今日いいなと思ってくれた方、またぜひお会いできれば嬉しいです。今日さっき1時からもやったんですけど、もう一回見に来てくれた方も結構いて、あ、ありがとう。ちっちゃい子がいっぱいいて嬉しいです。あとペットショップがあってとてもいいですね。普通の話しちゃった。はい、そんなこんなで今日はですね、この後1曲を弾いて終わりなんですけど、その後、皆さんから見て左手の方でこの後 CD の販売会や、あと私のグッズ、あと前回のアルバムもあります。なので、もし、今弾いた曲がいいなって思ったら、この CD とかゲットしてもらえたらと思います。そしてチェキ会というものも行わせていただくので、思い出作りに1枚どうでしょうか。あとは、チラシをね、この場内でお配りしているので、チラシだけでも皆さん持って帰ってもらえたらなと思います。それでは、最後はですね、前回発売したアルバムの表題曲になっているルミナスという各曲をお届けして、終わろうと思います。それでは聴いてください、ルミナス。
ありがとうございます、いきなり歩き出してすみません。写真撮ってくれた方ありがとうございました。なかなかバイオリンってこうステージとかではあると思うんですけど、さっきぐらいの距離でね生音聞くことってないと思うので近寄ってみたいなと思ってしまいましたが、最後まで見てくれてありがとうございます。この後よければ、特典会の方も参加してくれたら嬉しいです。今日は、13時15時と2ステージ、今日はありがとうございました。バイオリニストリオでした。ありがとうございます。